豊橋市総合体育館3年のホーム開幕戦です。キップオフです。また右から左です。白いユニフォームです。テーブスカイ、テーブス、そして吉井、さらに大阪で、この3人が同い年です。さっきをかわして中に送って飛び込んでくるサイズとダブルブロック、ダジンスキー。さあその後あーロシターン落ち着いていました。ちょっと止めてきたというところですね。コピオ保持のバイオレーションがありまして、その後飛び込んでいきました。エンドランメインデルです。どうだという4番目のこの表情、はい、で今、はい、このクォーター何を起点にしていくかというのが、この2クォーターの序盤注目されています。杉谷のスリーポイント決めました。いいですね。今、はい、持ってましたね。そしてメインデル、おー飛ばしている、近づいている、そしてノーバが取った。このスチールから自分でいくのか、ダイクさーもう外れて、ここはスペンスと脇側、今、はい、太田選手もね、あ、それそしていっぱいデスポーシュートが決まります。ニカ選手もメーテ選手も2個ファールしてるんで、最後右に大阪部、その大阪部に送ります。ボールの上からのスリーポイント、今シーズンのこの精度の高さが見ます大阪部です。で3円ちょっとスタート変えてね、今シーズンは前半 40% という3円のフェニックス、今より低い数字、大阪部のノールックのパスからボールこぼれてテーブスからスリーポイント、高い弾道、これが決まりました。ちょっとファンズ気味にいったんですけど、大阪部のシュートがラインを割った後、今度は3円ボールです。惜しいな、アタックがあるか、かわしていく、テーブス回転のマッチアップ、これは決めきりました。このまま終わらせてはいけません、吉井宏隆、エンドリが取っています。さあエンドリがボールをプッシュします。大吉井とのマッチアップですが、中繋いで最後は2台するか、止めた、ちょっともう1点取ろう。テーブス選手自分で行っちゃいましたもんね、はい、今度は吉井です。吉井のスリーポイント、これが入る、東京相手のスリーポイント、この一撃、この場内の後押しもあります。そして大浦、大浦もお二人にマークされたんですが、最後は振り向いて、エンドワンです。エンドワンです。アルバルク東京、また吉井がプレッシャーをかけている。ツーポイントも 40% 台と下がっていますが、アンドシュートのスリーポイント、ノイバウンはロスターだ。ここはチームの危機を救いました。さあメイテンとクライキス、そして打ってくる大浦のスリーポイント、いや、なんか飛び込んでいく、あーそしてファウルありませんでした。守っています3円です。さあこう早い段階得点が欲しい、ノアバ、ノアバがもう自分でノーファウルだ、またタックルいった、決まりました。決めるか決めないかすごい大きいですね、はい、なんとかボールがつながった、左手ロスターの得点、行くしかないですよ、53試合ありますけど、はい、得失点差っていうのもねあるんでね、攻めていきますよね、こうやって、はい、ここはテーブス海のスリーポイント、そして試合が終わりました。